おはようございます、今ね寝起きで YouTube をつけて、そしたらね過去に見たことがある動画だったんだけど、すっかり忘れてね、その動画がどんな動画だったかっていうと、要はお金にねチャネリングしてる動画だったので、あ、そっか、そんな動画過去にも見てたんだなーなんて思いながらね、何言ってたかなと思って見てたわけですよ。そしたらね、前にねうちに10人ぐらい人が集まってね、まあスピリチュアル勉強会っていうのかな、そういうのをやったことがあって、その時にねその参加者の、住んでる、世界っていうのかな、自分はどんな感覚で生きてるのかっていうのをそれぞれのね、席替えして、感じるっていうことをやったことがあって、でその時ね参加者の中で私の世界観がね一番小さかったみたいなのね。なんかとにかく本当に手元だけっていうか、で他のワークを私がねやったことがあるんだけど、その時もね自分の魂がものすごく小さくて、もう今にもね消えてしまいそうな感じだったわけよ。で、あー、そっか、私の魂とか世界観ってそんだけちっちゃくて狭いんだ、だから人に影響を与えることができないんだなーなんていうふうに思ってたんだけど、そのねさっき見てた YouTube で、私は他の人と違ったことが好きで、手元ばっかり見てていいと、やっぱりね手元ばっかり見てる人みたいなんだよね。で手元ばっかり私は見てていいと、だからその時の勉強会の感じだと私はそれだけ他の人と比べて世界観が狭いから、まあ、影響力がないっていう感じで、だからあ悪いこと、とにかくこの中で私は一番劣ってるんだなっていう感覚でいて、でね、まあ、今あまりいろんなことがうまく、現実的にはいてないから、まあそういうね影響力がないから、もともと持ってる魂にねそれだけの力がないから、でまあなんだろう、劣等感っていうのかな、抱いてたんだけど、まあおかげさまでね私は手元だけ見てていいんだと、要はそこに、富になる種が眠ってるから、ちゃんとそこを見てればいいっていう話で、あ、そっか、そんなこと言ってたんだなーなんて思って、ちょっとそれがね気づきだったっていうのと、あとねやっぱりお金が入ってこないって、まあ私は思ってるんだけど、それってお金を欲しがってないからっていうことなのね。要はねお金の方は役に立ちたくて存在してるから、見つけてあげたいと、で見つけてあげた人、見つけた人のところに行って、で十分ね力をね発揮したいと思ってるのに、欲しいと思ってないから、見つけることができない、だからなんだ役に立てないっていう風に思ってるみたいなのね。で、役に立ちたいと思ってるんだけども、まあ、必要とされてないってすごい悲しいことでしょ。で、その言葉を聞いた時に、あ、なるほどと思って、だから私は影響力がないからね、必要とされてないんだなっていうふうに思って、でまあちょっとなんだ、またネガティブな感じっていうのかな、そんな感じで感覚で生きていたんだけど、だからどんどんもともと小さい魂がどんどん小さくなるような、まあそんな感じで生きてはいたんだけど、それはまあ自分が思ってるから、だからお金も必要とされたいっていうか、そのねまあ必要としてる自分はつもりでいるけど、潜在意識の中では必要としてないから要は入ってこないわけだから、お金も必要とされてないところ人のところには役に立てないからさ、いけないじゃない。だから必要とされてるところに自分の、仕事をしに行きたいからそっちに流れていくわけよね。で鏡の法則だから、何事も鏡の法則だから、要は、自分が必要とされてないって思ってたのはお金が必要とされてないと思ってるよ、だから来ないんだよっていうことを言ってるんだなっていうことがファッと今思ったので、まあ、もしこれ聞いてね、あ、
私もそうかもってね、なんか気づけた人いてくれたらいいなと思って、こんな音声撮ってみました。私の魂はね小さいって言われて、でそれがねいけないことだと思ってたのね、影響力がないからって思ってたんだけど、そうじゃなくて、その中に、要はだって自分はね、自分にとって必要なものを全て持って生まれてきてるわけだから、それ以外のものは必要ないから持ってないっていうことなんだからね。だからそれは自分にとって十分必要なものを持ってきてると。でその中にねちゃんと財産になる種が、含まれてると。でお金の方も必要とされたいから、その必要としてあげれば流れてくるみたいなんだよね。なので、まずは先出しっていうのかな。だから鏡に映った自分も、自分が動かなければ鏡に映った自分も動かないでしょ。それと同じだよね。だから私は必要とされてないと思ってたから、お金も必要とされてないと思ってるので、私のところには入ってきてなかったけれども、私は必要とされてるんだっていうふうに思えば、お金の方もきっと入ってくるんじゃないのかななんて、今気づきがあったので、言ってみました。また気づいたらなんか撮っていきます。ではでは。